はい、どうも亮平です。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き大川神経バランス整体横浜院さん、はい、はい、言えました、に来ております。はい、大川久也先生に、はい、はい、今回はトークで登場していただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、大川先生といえばね、バランス整体院プラス僕らもこれ来てます、アクティブ代表の三宅さんと、はい、三宅さん、はい、先輩後輩関係なんですね。そうです、野球、高校の野球部の、はいはいはい、僕は一つ下に、はい、なります、はい。で、まあ、その関係で去年ご紹介いただいて施術させてもらって、僕はドジボンに帰りました。あの興奮しっぱなしで帰ってきたんですけど、もう本当に体ほて、心までほてって帰らせていただきました。で、今日もね、あの前半すごい貴重なね、施術をしていただいて本当にありがとうございます。いえいえ、ご紹介ありがとうございます。はい、で、あの今回トーク系ということで大川先生の秘密だったりとか、まあ、過去の経歴だったり、はい、っていうのを聞いていければな、はい、え、まずなんですけれども、はい、高校まで、大学は、あ、高校まで野球をやられて、野球自体は、まあ、高校野球を終えて、はい、日野自動車の横浜日野自動車の軟式野球部いたんですけれども、まあ、ちょうどその時会社の業績があまり良くなかったので、うん、野球部の活動があまりなくなってしまって、高校の時怪我がすごい多くて、もうその怪我で苦しんだ経験があって、はい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 、野球がやれないんであれば、そう、怪我で苦しむ人たちを助けたいなっていう、そう思いがあって、日野自動車を辞めて柔道整復師という、まあ、接骨院の先生になる、はいはい、医療資格を取るための専門学校に通いながら、で当時あのベイスターズのトレーナーをやってる接骨院さんで、はい、通いながらそこに修行したっていう経緯が、はい、もうご自身がもともと患者として通ってて、まあ、そうです、そこの場所にも通ってました。もう俺今先にどうしてなったんですかって言いたかったので、はい、全部言っていただいてありがとうございます、まあ、僕らもやっぱり怪我がすごい多くて、うんうん、でやっぱ高校の同級生とかも、はい、怪我したからそれを生かして大学じゃなくて専門に通うってやっぱ、うん、同級生も多かったので、うん、同じような流れでクラスメートでもやっぱこう高校野球やった人はやっぱり、うん、こう肩が痛くてプレーできなくて悩んでて、はい、それでこういう道に進んだっていう方やっぱ多かったですね、はいはい、半分以上は、うん、皆さん抱えてますもんね。そうですね、絶対に、うん、はい、でまあ、続いてなんですけれども、はい、まあね、過去、の動画でもやってますけど、はい、一切揉んでないじゃないですか。あ、はい、だからそのマッサージ揉み系との整、うん、まあ、体さんとかあったりだとか、うん、まあ、石膏先生系、石膏さんがあったりとか、はい、その中で神経系じゃないですか、うん、はい、今回あのどうしてあのその、まあ、2通りもっと通りはあると思うんですけど、うん、なぜ神経系を選ばれたのかなっていうのをちょっと、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、問題が、まあ、どこにあるかっていうと、大概の人が実は神経に問題があって、うん、その神経がうまく動かないから筋肉が硬くなったりとか靭帯が痛くなっちゃうケースが多いんですよ。で、そうなるとその筋肉にアプローチしても結局神経がダメだともうどうしようもないので、はいはい、で僕はそこの特に神経に特化してアプローチするようになりました。でその方がやっぱ治りが全然あの速さも違うし、はい、全然なかなか治らない方も治ったりもしたので、だから僕はその神経を、はい、アプローチしてます。神経って、うん、体の部位的に言うと、うん、神経の管があるとかって言うじゃないですか、はいはい、簡単に言うとどんな感じなんですか。神経ってちなみにどれぐらいあるんですか。何個か、いや、もうこれもう数えきれないほど、もう無数にあるんですよね。で人によっても全然数が実は、筋肉の数も人によって違ったりもしますし、骨の数も違うんですけど、神経なんかも無数にあるので数えきれないぐらい。それって増えたりするんですか、減ったりとか。します、します。なんかよく神経を痛めたとかって聞くけど、はい、いまいちよくピンときてるんですよ。あ、はい、で結局神経って何ぞやっていうのが、うんうん、迷う時は結構あったんですよ。だから逆にその筋肉を痛めても神経が通ってなかったら痛み感じないんですよ。痛みを実は感じたのは神経です。歯とかと一緒です。あ、そうです、そうです、歯とかもそうです。歯もたまにいますよね、はい、あのもう本当に神経がやられちゃってる人なんかは歯が全然悪くなっても、はいはい、痛み感じないです。はい、そういうことです。本当にじゃあ根本的に神経をしっかりとさせないと、はい、体のバランスがどんどん悪くなっちゃうっていうのも一つあるんです、はい、そうなんですよ。なんか今いろんな物理療法があるじゃないですか。あ、はい、なんかあの超音波とか超音波、はい、ハイボールとか、はい、温めたり、はい、キューバのなんか電気とか、はい、あの辺とかは、うん、大川先生的に、はい、いやこれは使わなくても大丈夫だなと思ってるのが使う、まあ、コンビニではあるかなとか、なんかそういう気持ちってある。当然物理療法も聞く人がいるんですよ。ただ聞く人ってどういう人って言ったら問題が浅い人たちです。
そこまで重症じゃない人たちは電気とか普通の通常のマッサージで効きます。ただなかなか治らない人たちはそのもっと奥の要は神経系に問題があるので深いところにアプローチしないとなかなか良くならないので、ただこの深いところアプローチすれば浅い問題ですぐ取れちゃうので、だから僕は物理療法は僕自身は使わなくても、過去は使ってたんですけど、はい、今これを使えるようになったのでいらないかなっていうのです。はい、志すきっかけとなった、はい、なんか師匠の方がいらっしゃるというか。ああそうですね、はい、もともとそのねいろんな接骨院でこう働いたりとか、まあ、当然病院でも働いてたので、ただ今この治療を教えてくださった先生が神奈駅にある Y アスリートケアの湯山先生って方なんですけども、がきっかけは僕明秀日立野球部のトレーナーを5年間やらさせていただいてたんですけれども、でその時の、3番ショートの子が夏の大会試合中肉離れをして、で担架で運ばれて、でも交代して、でもうこれもう無理だってなったんですよ、はい、で無理だってなった時に、まあ、井山先生の噂を聞いてたの で僕が茨城から車乗せて関内横浜まで行って、はい、ダメ元でやってもらったんですよ施術、はい、で歩けないんですよ、歩けないのに走れたんですよその場ですぐ、肉離れしてたのに、もう本当にこんな感じで肩をこうやらないと歩けないぐらいで、次の日試合だったんですけど普通に出れましたで見て何これみたいな、僕の中でのこう常識外の感じだったので、はいはいはい、でああもうこれは習わなきゃダメだってことで修行させてもらって、はい、そこに行く前までは応援したことなかったんですか。あ、もともと僕が一番最初のその接骨院ベイスターズのその接骨院提携してる接骨院さんのとこでちょこっとだけ被ってて、あ、まあ、井山先生は住金鹿島の硬式野球部のトレーナーに派遣されちゃって、で僕もちょっとお手伝いとかは言ってたんですけど、まあそのぐらいのつながり でしばらくはちょっともうお互い別々だったので、でなんかこう肉まんだったらすぐ治せるよみたいな、逆いやで僕もまあ普通の医学的な発想だと、ね、いや無理でしょう、はい、つってでそれでその選手を連れてったら普通に試合も出れたんで、肉まんだれって僕の中だと、はい、パワープロでペナント回してたら1ヶ月の試合でそうですそうですそうですでも実際多分そういう意識の方が多分皆さん強いはずなんですよ、はい、完璧に肉がいっちゃってるじゃないですか。そうです断裂でした。ですよね、はい、ってなった時に、はい、普通だったらやっぱ戻るのを待つしかないっていう、もうだからもうその子も最後の夏大会だったんですけどね、はい、もう無理だと本人 もう多分無理って分かってたんで、だから車の中でもうちょっと泣きながらもう俺の夏これで終わりだみたいな、もうずっとあーって言いながら、その子ももう無理だと思ってたんで、で治療を受けて走ってみっつったら、え、なんで走れるんですかみたいな。神経って、はい、魔法っすね。いや、ま、魔法ですよね。僕からしたらもうその時もですよね。いや、これ習わなきゃダメだってことで、はい、そんな過去が、はい、すごいっすね。これは、鳥肌もんでしょ。俺も僕も思い出したけどな、鳥肌立ちますよ、あの時の、まあ、その出会いがあったからこそ、はい、まあ、神経系の道に進む。あ、そうです、はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー、イエーイ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。